んちとえねポケモンの動画撮って今ね、アップロードしてて、まあちょっと休憩したんですけど、マイクラションの方ね、ホームページ確認したら、ツイッターの方にはね、まあぁ、繊維発表の動画で、動画じゃない状態、でえ、情報出てたんですけどね、ホームページ確認したらね、繊維発表の情報出てましたんで、ご案内したいかなと思います。一応今回ね、新製品としては5品、で、なんか面白いのがね、1品プラス再生産2品っていう感じになっております。 えまずポスターこちらになります。えちょうどね、鉄枠でお話しされました。713系ですね。えなんと、えマイクロスからも出るみたいです。え、こちらですね。え、宮崎にこんね、赤い、え、横でいいのかわかんないけど、え、お題も書いてえ、先品番号 A1276、え、713系の900番台、え、ごめんなさい。ま、あ本当ありますけど、ごめんなさい。さっきもしたでしえ、三社線ですね、編成になっております。え、宮崎国営開業に際して、模様替えした713系900番台を久々に出産と。え、製品番号 A127 え2015年9月を出荷に、え、 まあフライフェリーのカナダアップデート。で、当時の LK900 編成の使用に順次で、シア玉マダカルプラスえ、本表記は SK を低めの位置に印刷と。以上に第四編成になってるみたいです。でそしてこちらですね、まあ、その兄弟車、おいで、えー、ナマッセ、長崎と、え九州直後の700人でけど、 こちら、は長崎温泉ローカルインで活躍した900万で、こちらはトップナンバーになってます。1000円番 N1275、900万で9種類って感じになってます。こちらも1271ということで、当時のね連番だったやつが9月中か、元に2005年9月か日までにフレフレのこちらもアップデート。こちらは、ヤンジゅにベンジェンタが設置されている姿になっておりまして、こっちらは撤去されている姿なんですかね。以上、兄弟車2種類が一気にラインナップと。そしてね、最近グリーン、マイクラスを得意なディーゼルカーの単品、こちらも出るみたいです。名称1にいるかな、復旧後の主役、キハ11300万でいいと。 えー、名称戦の、えー、304番の努力付きそして306番のトレーラー車発売みたいです SNS 体も月破11300万台、えー、保安表記 STPT エビビーク印刷、えー、そして、えー、名称戦の等により所属表記が、えー、海名古に変更されたそうだとこれおそらく名古屋客職とかになるんですかねちょっとごめんなさい詳しくわかんないんですけど一応共にね片側ダミーカプラもう片側中プカパラシックかとで一応、ね、交換用としてそれぞれねダミーカプラとかが入ってるあダミーカプラですかね努力者のみなのかなわかんないけど、えー、って感じになってますとそして あ、ごめんなさい。これ、今回新品新品のよになってますね。そしてこちらですね。日本の平戸を行く青緑のディーゼルカー。キハ2322プラスキハ371番の加工は1000二両編成と。こちら N257420132 月出荷。そして N67912012 年3月出荷をにしたキハ23とキハ32ら各1両ピックアップと。動力者の方は上のキハ2322。そして下のキハ371番はトレーラー車になってますと。 は染色塗装後、火事屋線にいるのかな廃止前、1900人ゲノ姿イメージと。動力はキハ23に搭載し、炭鉱でもそこかなと。で、大豆付きのレシアムサンテナのない型を再現という感じになってます。鍛冶屋線なんですかねちょっと後で調べてみたいと思います。そして、ドルベリットですね、小説は先生ごめんなさい。再生のやりましょうか。最新の例とし南北線の新エス9000系更新車。専用カノ型で各種の貸しを再現し、空調室外機とスカート、専用部品で再現と。 で、デザインに変更された、あの車体の、まあですか、ね、サインウェブって言っていいのかなまあ、丸の線で言うと、ね、サインウェブなんですけど、えそのね、えーえー、南北線の、まあ、B 周繕車でいいのか、B 公車でいうのか分かりませんけどね。えっ、ー、と、まあ、一部の、ね、編成っていうのが、まあ、リニアル工事。えー、そして、あるとあるかなえっ、ー、と、8両編成かなちょうど南北線ってね、えーせえー、去年の12月、まあ、先月からね、 えー、八両編成化っていうのがやっと始まりまして、えー、そのうちのね、まあ、リニューアル車っていうのが、本当あれかなえっ、ー、と、全編成化なんか対象だったんですけどね、えー、そのうち対象になったのがね、リニューアル対象、えー、リニューアル工事えー、対象者の、えっ、ー、と、車両になりましたんで、5次車かな確か2編成しかいない5次車っていうのはね、えー、八両側から、えー、対象から外れましたんでね、まあ、ちょっと南北線、えー、居住どのっていうか、ちょっと個人的なに気になりますと、まあ、リニューアルされてないね、初期型の車両っていうのもいますんで、まあ、もしかするとね、今後は、えー、廃車になって、まあ、八両編成の新造車っていう感じの、なるのかなっていう感じもしますからね。 まあ、あゆっくゆくは、そうですね、8両編成のやつ出るのかなと思ったらね、まさかの6両編成の方が、そうですね、再生産という感じなんで、うーん、まあ、どうなるかかなっていう感じですかね。えそしてこちらえ、ディゼルカスね、キハゼロ七型、s に2う旧型機動車、金太郎塗り、n e 8号、国鉄キハゼロ七型、ゼロ番台リベットシャット、シント2両編成とえ、ヘッドライトが屋根状にある、えー、戦前製のボディと、エシュープラスクリームの新生機動車、標準色。 え塗り分けごとの二流編成ということで、ね、まあ、ヘッドライトのみているテールライトは否定と,と。一応、10番の努力者と29番の取られらっしゃる感じは二流編成と。そして、そちらに合う、キ、えーハーゼルの中で,、まあそうですね、こいつに合う、えー、努力ケですね。こちら単品発売と。前後ともアンドカプラ、装着プラス、ダ、えー、ミカプラ、付属しませんとで。ヘッドライト用基板取り付けずに、えー、車輪が 4,、えー、4人ともスポークなしという感じになっています。 うんだからそうですねまあ基本的なこと言うと多分これですかねまあキハゼロナナ二29をまあ今回ね、えー、まあそのまま、えー、と単品ではなくまあそうですねこっちのキハ11みたいなあの単品ではなくね、えー、まあ二両編成でまとめて売りましたんでまあ両方ともね動力化したいよってきたねこちらの動力にとかえば、えー、まあそうですね M 化できるっていう感じなんですかね、えー、そしてこちらですね何かのイベントでマイクライストが案内しましたエ、えー、メイズクラフトっていう感じでね新シリーズついに始動と、えー、今回第一弾としましてエ、えー、メイズクラフトテラえテラ 1, テラ 1, テラ1鉄製遊戯車わかんないけど3両てるでてますと えミトソウのクロール成結色のプラ製部品各種え、シャリングウェイト版、カプラー用の板バネを3両分セット。で、各種の組み立ては簡単かつ確実なビス止め式、えー、精密プラスアルバーが必要ですよ。すっちゃくちゃい,いらないんで。そしたらおそらくなんですけど、えー、多分あれかなまあ、これボディにえ、ここに穴があって、ちょうどここにねビスがあるんで、多分重り挟んで、た重りかな重り中に入れて、えー、多分ですかね。重り中に入れてビス止めして、で、あのー、多分。 そうですね、でここにあの板金のやつがあるんで板バネプラス、まあ、それが多分こっちがネジ止めなんですかねでこっちのネジが多分車体と床下をドッキング用でこっちのやつがね板バネ部分のそうです、ね、大きさ的に多分ドッキング用なのかなと思うんですけど。 そうすね結構面白いかなと思うんですね。一応こちら、それプラス、各種の表記類を収録した、えまあ、水天車式のスライドマーク、まあ、俗にデカールになるんですかね。付属しますと。で、管理局及び常備液は3種類、ナンバーを7種類かの選択式。っていう感じになってますんでね。まあ、えメズクラフト。まあ、てっね、n k 時関係、あ、まあ、車両編関係で出るのかなと思ったらね。まあ、マイクレスの場合、そうですね。まあ、言い方ですけど、まあ、グリーンマックスみたいな、まあ、他の大手3社と違って、マイクレスはね、基本的に屋根に、あの、なんつうかな、 屋根が一体成型になってますんでまあその辺の塗り分けとかまあ塗装だけしてまあだからガラスとか付属品入れるんでまあ組み立ては自分ちゃってくださいみたいなきっち出るてからだったらまさかのカスだったんですねまあでも3両でお値段まあ2800円まあ1両900円ちょっとって考えるとどうなんですかねまあ大体ワムまあトミックスとかの加藤とかのワムっていうのはだいたい1両まあ1000円しないぐらいの完成品なんでそれでいてまあ自分で組み立てなきゃいけない1両1000円弱の箇所って考えるとまあ 大人の方からしたらね、まあ、ちょっと面白いかなと思うんですけど、た多分寺市なんかは多分ね、本当大人の方向けだと思うんですよね。ただ、まあ、必要な言い方ですけど、大人の方向けでなるとね、まあ、言い方ですけど、年取ってくるとね、まあ、老眼はきつくなるんですよ。俺も若干危ない気があるんで、俺もそうです。最近スマホとかね、振ってね、目の近くで見たてらて、ちょっとね、とあの遠ざけてピンと合わせないと、マジで目が死んじゃってるんで、そうですね、ちょっときつくなってるんですけど、うん、まあ、どうなるか,かなっていう感じですかね。えー、以上、えー、新製品5品、えー、再生産2品、えー、プラス、まあ、同力にとプラス、えー、新企画というふになってますと。 じゃあ、そして、詳しい内容を見ていきましょうか。えー、まず、九州局ですね。えー、今回、九州局、713、えー、系、1903人に、えー、交流換算線挙に創した省エネ電車と、えー、翌年の九州地区ローカル電車,、えー、ローカル車の電車が、新電車の近郊型化や急行電車の転用などで必要者がいわけですが、<laughs> 不足される分が、実際につながる新システム採用の、えー、交流ローカル電車の質問実績と。だから、900万台なんだ。 サイリスタの制御と中を掲げる電動機の採用で交流回線ブレーキは使用可能。基本的なシステムは特権の話団系と設計に関することがこの早期採用された電動機は後の200億円や210系円採用されたなど、1910年の設立されたのの石材となりましたと。710の携帯は410の系帯をベースとした普通構成のニトブラ金庫オータ。二両編成4本が長崎の線で活躍しましたと。で、登場当時はクリームに緑帯の装飾でしたが、1910年頃から順次アイボリーに青火の吸収力に変更と。 ークリームに緑色だだったんだちょっと緑色的なですね個人的に。で、えー、国鉄分割の見え方には腰、えー、部車体に、まあ、JR 九州の、えー、赤いジェルー,ーマークが入りマーク線で出ましょう。 で96年3月、日本本線に転用され、江戸西型の四月の明治高専合わせて,赤着て、赤を直接、えー、三線と呼ばれる、えー、姿の一心。同調に、えー、内装も特起型電車の配車線費の理解の進行させて活躍、えー。2022年3月以降は2編成が終了し、えー、今後の動画注目すると。まあ確かにそうですね。まあ1983年に登場した少年電車ってことなんで、まあ俺より1六個、あ、14個上か。となると、まあ、えー、そうですね。えー、今年で31歳か。まあ、結構長く活躍してますね。うん。 で、でこす、ね、えー、今回マイクロステンシトップナンバーとしてで変化、中、えー、崎の世六館に活躍した、えー、九州食事代を久々にンセンと。もう一応 n 1の1年をご紹介した、動力ユニットの価格化とアップデート。で、各,、えー、各座席あ、ごめんなさい、雑誌部品がオリジナル色のモケットをイメージして、茶色でけど。で、今回生産モデルスカートを、えー、よりリアルな形ーの部品に変,、えーまあ、変更しますと。一応こういう感じですかね。で、そして、えー、サンシャインと。 サンシャインの方に関しては、特にそうですね、この辺に関しては、商品名はそうですね、実写紹介は全部一緒ですね。で、こちら、毎回、宮崎5 0会議所に外してるサンシャイン色登場所製品化と。登場時なんで、そうですね、もうなんか別のプロタイムも出るんですかね、今後。もう、ひやとばんだくとあさプラス、こちらも N1 なに、それのアップデートで、今回ダークグレーの足回りになりますと。で、車体色なんかをより鮮やかなもの変更し、車体格号の英文、ロゴ、タイム文字、副車、マークの寸法、形状など、こちらもね、見直しによりリアな姿で変更されすと で、当時の LK900 メッージにして、本編表記は SK を引めの位置に印刷。多分これっすかね、SK は。あ、ちゃんと前面にも編成番号というか車両番号書かれるんだ。へえ、面白いっすね。まあ113系顔になるんですかね、一応は。で、こちら、え座席名に関しては A の1273と同等の,の変更なんで、も、ま、う、あ、そらは完全に連番って感じなんですかね。で、こちらのね、スカート等がえリアルな形状に変更されてます。まあ1271から73と。2017年か、えー。商品リスト。1271から73。 え、この辺かな ?1271。あ、これですね。1271。えー、713系九州版台九色と。なるほど。えー、九州色は4両編成。まあ、2005年かかと。で、サンシャイン宮崎も4両編成と。で、えー、0万台。え、サンライナー宮崎2両編成が、まあ、2018年8月に発売と。で、今回74、75なんで、そしてもおそらく登場時とか、まあ、サンシャイン宮崎のそのバージョン違いっても出るんですかちなみにサンシャイン宮崎、えー、画像はどういう感じかな。一応これも当時、シンパか。ちょっと今シンパかどうかわかりませんけど。うーん、まあ、太陽の国宮崎と。で、個人的になのがデビュー当時なんだよな。 緑色って気になりますねこれあ本当に緑色なんだへえ<ー>。なんかあるっすねあのなんだっけななんか東北の車両に一軒見えますね <laughs> 個人的になんか東北にこういうなんつうのかななんだっけ万越再生とかさ万越東線にいた三両編成のやつ475系かななんかそれの兄弟車っていう感じがそうですねしますねこれパッと見てみる限りただ方向幕の位置がそうですね車短部じゃなくてこの運転でよりになるっていうのはなんかそうですね珍しい感じしますね へえ、ー、面白いっすね。うんなるほどって感じですかね。まあ現在ね、まあ 4, 両編成4編成中に編成がね、運用でしちゃってるんで、まあちょっと今後どうなってかって感じになりますけど、2017年8月のサンライナー宮崎か。まあ2017年ってことは、ちょうど多分俺が YouTube やり始めたあたりで、そうですね、製品発表されたらそうなんですけど、記憶にねえんだよな。あ、そっか、俺が多分 YouTube じゃう5月6月なんで、そうですね、俺がやる多分案内し始めてってことはこれ、 もしかするとさ、発売って1年ぐらい遅れた魔の口 <laughs> なんかそんな感じですね。当時のマイクですね。2016年、7年って、発売が1年近く遅れてたやつとかザラにいましたんでね。CA 地下鉄とか。い <laughs> まだにねッチいますけど。さすがにここにいねえか。なんか一瞬た似たような車両だかたらこれかなと思ったけど、違いましたね。んー、どこだろうな JR 九州っぽい車両でしょえー、わかんねえんだよな、九州の車両って。うん まあ、三田線井の頭線東部まあ多分これ飯山線か飯山線あお前すかせんかっただなお、まあ、座敷キハ4061系で、えー、まあ東北かで荷物車北東んまあゆ布あゆこれか、えー、これっぽいんだけど違うかなあ違うわ球磨川かうんー わからん、ちょっとお待ちくださいねえっとマイクロエース A の1273かえっ、ー、と そうですねサンライナー宮崎2両編成んーデータ的には小田急とスペーシャーと一緒あスペーシャーじゃないスカイラインだと一緒だ小田急とスペーシャーと一緒スペーシャーじゃないスカイラインだと一緒あここっすねこいつだこちらっちはですね n 2 1 2 7 3 7 3 0番3ライナーとえ0番台に会話713系シングランパン達成って感じか パンタグルフ新パの変更で座席パーツ新規作成トイレタンクも取りですけど、ええー、900万台から0万台間になったんだ試作車が。へえー、珍しいパターンですね。あのだいたい900万台にしれて、まあその900系ってなることが東日本だとそうですね207系とかまああの209系まあ俗に911系なんかはありますけど、へえー。まあこれはそうですね5年前に出てるんで。 ま,あまだまだ多分そうですねそこまでのうん再生産にはならないと思いますけどうんまあでもそうですね個人的な面白さが出ましたねしかも名前もサンシャインからサンライナーに変わったんですよねへえ <ー S 1> そうですねまあそんな感じかで続いてキハ11の二行かええちょこ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 ちょっちょこち, <laughs> ちょこ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 ちょ 確かに11月から出たんだっけ、一発目は。いや違うわ、11月じゃねえの。えっ、ー、と、とりあえずそうですね、先月は出てますね。ちなみに先月出たのが、えっ、ー、と、美濃太に所属してた2両ですね、スカウト拡大者。115と121。で、今回300万台か。あ、そうですね、漢字型か。団地型0万台、漢字型100万台、東海交通事業所 U200 万台と。で、ステンレストイレ付きの300万台か。ふーん。 まあ、軒並みそうですね。この子たちの兄弟子がなんか出そうっすね <laughs>。ちなみに、マイクロイスがディーゼルカーの単品売りをし始めたのは、これはいつからになるんだえーっと、そうですね。ディーゼルカーの単品売りは、おそらく今年の、去年の11月か。去年の11月の多分四国あたりっすかね。確か四国車がなんか2編成ぐらい一気に出たんですけど、確か四国と高松だっけ なんか松山と工事がんか忘れてたけど確かそれから、ね、結構ディーゼルカーのこの単ピュリ二両編成の単ピュリが増えたんですけどで今回、えー、松坂と伊勢大津にいのか分かんないけど、えー、名称線分からん、えー、2009年財布災害により、えー、ここの区間が普通となりましたが地元に自治体に入、えー、2015年3月に復興あっそんな7年かかったんだでこれに伴い4両の300万台が、えー、名古屋車両区で転属し専用車として2020年全部活躍するんですと基本的な単行でやるんですがアサラッシュを中心に二両編成を見ることによるんですとへーあやっぱり何か7個って名古屋の車両区で合たんだへえ で、今回はオフのご意の写真、らせ、出演列車体のええ木端十三百万で単品発売。ええ二千九年四月の日はバリース製品と品番は三八五三。ええー、あ、だいぶ番号ずれたんだ。で、スカートカーブ拡大後の姿なんで、ええー、これそうすると一応前回の、ええー、あれですかね、えっ、ー、と、百万台同様のスカートに、ええー、まあ、スカートア争いとなったんですね。で、ホワン表記、STPT、所属表記、ええー、まあ、 えー、名古屋シェルトでベビ,ビーカーマーク付きで努力者とらしたともに片側のカプラーももがダミカプラーで吹くかとで一応ね同部品に両側のアーノカプラーにすることも可能とあじゃあそれなのとあれダミカプラーつかないとあそうですね一応交換のダミカプラーとすけません、ね、両方ともなんでねも普通に単行にする場合はねまあ,あのガプラーとみってもないんでまあ,あのできますんでねまあ問題はないですよとあとはマイクロカプラーのジレン元カプラーもできますんでま、ね、たはお好みで、まあ、TN かもそうですねまあゆっくゆっかって感じなんですかねうん まあ、あとはそうですね、一応先月の、えー、100万台か。まあ、その後はは、えー、一応0万台と、えー、200万台の都会交通車もあるんで、まあ、おそらくこの辺もそうですね、軒並み単品じゃないんですかね。ちなみにと前回の美濃太の子達に関しては38、58、59なんで、一応そっちは連番で出たのかな、おそらくは。まあ、一応ちょっと38の方行きましょうか。38、53。えー、商品リスト、38と。まあ、おもろ下の方か。 この辺あ、行き過ぎた、ここが。そうですね。あー、完全に番号がもうなくなっちゃったんですね、ケーキがいるんで。一応そうですね、番号的には、まあ、キハ11、えー、登場時が出て、まあ、スカウト強化が出て、で、えー、今回の300万点の登場時が出て、スカウト強化の、まあ、二両編成か。うーん、そうですね。だから、まあ、一応、時代的には、まあ、えー、2009年にホイホイが出て、で、あれかとあ、高山本線か、200万点を出て、で、えー、その後に、まあ、2013年か、第二弾としてスカウト強化、えー、そして、 東海交通が、城、まあ、北線の200万台車が出て、で、2018年に、えー、あれか、まあ、300万台の登場時、えー、これがそうですね、まあ、スカート競合が出てるんで、逆に搭乗時が、えー、遅れて,てた感じですね。で、あと、まあ、JR から上司された、まあ、会あ、員あち立中か、ひ立中も出て、で、えー、東海交通事業、えー、300万台なんですが、えー、そっちも出て。 ででそうですね先月スカートの拡大者が出てって感じなんでまあだから今後おそらくはそうですねまあ、0番台になるのか、まあ、東海交通になるのか分かりませんけども東海交通って300番台車なんて言ったんだ2020年5月358なのへえ知らなかったもう確実に案内してるんですけどね <laughs> 確実に案内してるけどマジで忘れてますからねうん あれ2020年って4月5日とポスターなかったっけ <laughs> やべ、覚えてねえや <laughs>。完全にやる気になったと、えー。東海交通。あ、これか。こ、え、れ、ー、セす東海交通。上北線の新しい曲、98300音台。300にまどりがオレンジ色、上の写真。えー、そして、えー、300窓まりが銀色、下の写真と。へ、えー、なるほど。じゃ、転落したんだ、東海交通に。上北線の新たな曲、300音台と。へ、えー。 これに関してね、2両でそのままセットになってるんで、まあこれどうですかね。まあしかも、今約2020なんで、まあ4年前。だとしても、そうですね。まあ1000カップをさ、発売したのはそうですね、4年ぐらい前になるんで、まあこっちは多分そんなに2台にならないんで、おそらくなるとしたら200万台ですかね。200万台の、うん。まあ交通事業の方に関しては古い製品になりますんで。2013年か。2013年。 んもしくは、2000、あーあ、ったなんかいたの今ディーゼルか。多分これっすかねあこれちがキハ32か。ってことは、ポスター的にはこっちか。ん<ー>あそう、こっちっすね。一応、この時2012年の何月、えー、これ。2012年、11月か。11月の案内された時に、えー、ディーゼ月ね。えー、団地型0番台の、えー、キハ11。ちなみに先月が、えー、100番台か。 でこっちはまあ0番台で78とでエドアセップの新100番台上北線えー、まあタイプと、えー、他のキア13号は、えー、塗装が大人に、えー、キア13けどで側面ドア形状が実車とございますんでまあだからもしかするとどうなんですかねドア形状が、まあ、リニューアルされて出るのかまあちょっと未定ですけどちなみに知らなかったけどキハ40のこのカラーリングなんてあったんだ <laughs> 知らなかった <laughs> 上北線ってね確かあるかな JR 東海の子会社かなんか運営しててそうですね何年か前に戻るって話は知ってんだけどキハ40にこのカラーリングいたんだ え知らなかったちょっと待てくださいねちょ気になるんで先にそれだけ調べてもらないでしょってえ何このカラーリングいつまでいたのえっ、ー、と東海交通事業、えー、ちなみにえっ、ー、と現在の車両で見ると えー、そうですね、一応、j ル東海から借り入れてたワンマウンテン手のキハ40が使用。で、1993年に自社所有の200番台が、えー、4両、えー、申請され、えー、201 20、202が上北線に投入。で、えー、回、まあ、ると。で、車両不足の際に、j、えー、ル東海車のキハ40が、ミ、え、ノ、ー、車力に貸し出されていたキハ11、203が、ステップを埋め立てて代走することになったと。で、一応、キハ11、204も貸し出していたが、つ、えー、いたことはないと。んー まあ一応上北線に2両しか車両が配置されたららず利用者も少ないために、まあ、増結は行わないと。で、えー、JR 東海交通ェ、えー、JR 東海から300万台2両か、まあ、さっきのあれですね、1番と2番かあれを購入して、えー、キハ11型200万台を、えー、翌年3月まで全ていうこと発表と。んで、1両目が2015年9月、2両目が2016年3月うん。えー、そんなことがあったんだ。 じゃ、もう200万台はいないんだ。全者が300万台で。へえ、それからか？もしかして日立中華品鉄道に飛ばしたんですかね？ でも、あれだな。転属者のキハ11の5とからしいっすね。5、6、7。ああ、そうです。一応、でも、やっぱり、キハ11、201。やっぱりそうですね。ひたちなかにですのに、上渡されてません、ね。上渡なんか、遺跡なんか、わかんないけど。2015年か。元東海交通事業のキハ11、201。えー、稲沢から、えー、まあ、その、茨城の方まで。でまあ、陸相と。うん。2015年か。ふーん。 まあ一応メンマーにもそうですけど、ね、譲渡された子たちはいるんだちなみにひたちなかがひ鉄道譲渡されたのが、えー、123番と、えー、東海交通事業の4両ですねただ残った2両に関してはおそらく部品取り用なんですかね 一応、車番的には123番が203が6、204が7なんで、多分201と202が、車番もらってないんで、多分部品取りとしていってるんで、まあそうなると、どうなんですかね、300番台が出るんですかね。そしたら個人的には両方とも300番台はさ、言い方ないんですけど、両方とも M 付きで出たら面白いとは思うんですけど、どうなるんですかね。まあでも、どうでしょうね。発売したからまだそんなに月日が経ってない車両なんでね。 うんそこまでリニューアルしてもうまみが出るかっつった場合にはまあちょっと微妙ですけど、うん、でも前回の車両だとそうですね片っぽ取れらなんですよねこれで造血運転もまあ造血っていうか連結運転もする予定ないんでだったら必須のことこれそうですね両方ともうんまあ動力ありで売っちゃうっていうのも一つの手かまあ逆にそれか301番だけどうんまあ動力ありで売っちゃうっていうのもありかもしれませんけどまあそこは分かんないんだよなマイクラスがない考えとかね意外と分かりたいとろなんでねうんちょっと微妙かもしれませんけど 個人的には面白いんですかね最近のやっぱりその単品のまあディーゼル化売りはで加古川線かじゃこちら加古川線ですねえーケア23型えー同期車なんですね1 9百0に設立された金庫型機動車4点台両開き二にトイセミクロシェード設備層になってますとで系列に設置されますが全国に設立活躍しましたでケア37型、ね、年の差17歳か えー、選挙を発生された地方選挙向の機動者、片運転で片開きに扉、えー、ロングシートに発生された。で、ゴールの見せ置され、加古川線、鍛冶屋線、加古川線支線など、えー、あとクリセにえに発生ましたと。で、国鉄様末より地方選挙発生が行われ、加古川線職もその一つで、キア人事さん,がたととさん方は、加古川線、鍛冶屋線1号一部が、そのままとれた選挙転属。で、キアさんの方え、運用しようし、えー、こちらの他選挙活躍、転属と。う で、今回は、えぇ、ー、N2574 と、えぇ、N6791 元に、え単行店を買うの、キア23型と、加古川線の、えー、主、キア37のセレクシャスセットと。で、加古川線色営変更後、え廃止前の、1985年に、電力は本姫と。姫ってどこだ姫路わかんないけど。まあ台座付きの無線アンテナがない姿を再現と。で、えー、今回は、えー、キア23型2十のですね、えー、シャッター付き台本が特徴の、0番台初期車を再現と。 で、本社を努力設定し、単行点をお楽していきます。一応、カプラはどちらでも、えー、ボディーマント式ての A カプラ装着済み、ダミカプラは付属しません。で、えー、相方のキアさんじゃない違った。えー、こっちに関しては、えー、A のルカ69まあ前の時代を再現と。で、本社は、えー、努力者、えー、努力なしトライ者に設定と。で、カプラは全面ダミカプラ、つまめ、えー、ダイシャマンとしてのアナカプラ装着済みと。うん。面白いっすね。まあ、加工合戦って言ったら、 103系の加工船選なかったったけ確か出た気がするんだけどまあそうですね一応鍛冶屋線これは気になるな俺も聞いたことないですよね加古川線自体はね確かに1 0三系が今まできてるんで名前だけは存じないんですけどまあそもそも鍛冶屋で合ってんのかどうかもさなかじゃねえんだよなえー、っとあっでも鍛冶屋線で合ってますね でこれ確かにね兵庫県の路線だからこれ姫路であってそうだなあれ姫路って兵庫県だよね多分一応梶谷線ですね、えー、兵庫県、えー、西脇市の、えー、野村駅現在の西脇市駅から兵庫県、えー、これ何て読んだ高郡中町高郡か高郡中町現在の高町えー、中区のえー、梶谷県を住んでいたえー、西日本の,のえー、鉄路路線と 西日本の地震、まあ、国鉄時代に第3次特定地方交通にさせえする1990年4月1日に全線が廃止とうんそうなんだうーん応十1 3 2キロかうーん 全列車とも、えーまあ、加古川線と直通して加古川から、えー、西脇もしくは加古川から梶屋間で運転と一応加古川線の加古川から、えー、野村まで一旦運行したいかへで一応廃止直前時点でも加古川から、えー、梶屋間の列車がほぼ、まあ、1時間か2時間ごとで運転へえ でその間にまあそうですね加古川駅から、まあ、西脇市域の西脇駅間の列車もえー、まあ直通列車もあったとへえすごいねまあ12本かうんーまあ前線の所有時間でしたら23分とへえへん。 あと今,今でこそあれかな、まあ、大体の路線バスがあるみたいですね、まあ、コミュニティバスも一部ありますと配線跡に関しては綺麗、えー、さっぱりと自転車道になったんですかね、えー、と野村と西脇間に関しては、えー、自転車及び歩行者専用の遊歩道として整備とあでも結構空撮で見ると住宅街があるっていう感じなんですねへ、えー あとは車道になったりって感じか。でちなみに、キハ30に関しては、なんか復元、あの生体保存されてるみたいですね。すごいね。とあの当時、営業最終日の当該上り回送列車。 あのー、流れを惜しむ旅客に便宜が図られ改装列車の住宅である西脇駅までの便乗が認められたってへえ<ー>でも2020年に廃止から30年で記念してまあなんかイベントもあったんだふん<ー>知らなかったちなみに西脇駅近くに位置していた玩具店こちらからまあ2019年に発展するとともに鍛冶屋線をプラレーで復活するイベントも行われましたとへえそんなのがあったんだ まあ、西脇っつったら、まあ、今でこそ、えっと、あれか、一応、まあ、兵庫県、まあ、競馬場が、えー、それだけ競馬場があるんで、一応、西脇は確かあるかな。トルセンかなんかがあるんだっけおごめんなさい。トルセンがあるかどごめんなさい。詳しくかないんで、申し訳ないですけど。へ、えー、そうなんだ。んまあ、ちなみに、えっ、ー、と、旧製品が、えー、2574と6791。だいぶ飛びますね。まあ、とりあえず、まず2574から、え行、ー、きましょうか。こちのが頻繁に近いんで、えー、商品リスト。2574。今回もめんくさいんで、商品データ出してみましょうか。2574の。 あ、これか。ということでですね、2574、えー、90色になるんだ、扱い的には。ちょっとお待ちくださいね。えっ、ー、と、二五七四。そうですね、二千十三年二月出荷元にしたバリッシュでえー、ちなみに二五七四は、こっちか、アイボリーにブルーの JR 給食のキハ二十三型えー、でいいのかな、一応。そうですね、キハ二十三型ですね。ちなみに、こっちの車は十五番になってますけど、一応ね、もうこの車は十二番なんで、まあ基本的にそうですね、細かいボディはこっちに一緒なんですかね。まあ、両運転台車、えー、キハ二23、一両連結と。 うんまあ当時はねまああのこれ取れらっしゃでしたけど、まあ、今回はね同力化されてますへでえで、ー、相方のキハ、えー、37型に関しては6791まあ今からえとが一周と <laughs> 6791知らねえ番号だな,なんかに何か何がですかねこの辺の頻繁に67は67この辺か67 あこれか加工は染色出てたんですね、えー、こちら木原さんじゃん加工は染色2両セット当時は2両編成だったんだ木原さん時代の加工は染色時代を再現金鋭社学校は付属セッカーに収録、えー、1番と1001番とちなみに今回のシャ社番に関してはそうか1番のままかうんなるほどねえー、なるほどまあ、ちなみにトイレ付きの0番でが2両トイレの1000番台、えー、が3両とへえ でジェネレーションに継承された2両は主に加工船で活躍しグリーンを別に後ろめないための,の加工船宿と。うんなるほど。まあそうですね、1八十三年の、まあ九9 8 0 3かゴールドに量産先行者。うん、まあそれであれですかね、事実上七年でまあこの分船が廃止か、視線が廃止になったんで。うん、まああれか。おそらく三両は、 どこに飛ばされたのちょっと調べましょうか気になるんでキハ三十七型千応キハ三十七型で見るとうん 一応ですねこのトップナンバーの2両が、えー、大阪の、まあ、やっぱり姫路かで2位12003の3両が、えー、千葉の、まあ、桜木管区、えー、今の木更津発出量かで、えー、前車は1983年から、えー、後車はえー、あれか若干だからあれか大阪のより木更津の方が若干運用早かったんですね1週間だけ1983年2月なんでへえー で一応 JR にしの時代はまあ通称たらこ食もあったとん1999年か,だか今後しかしたらたらこ食バージョンも出るんですかね一応1999年10月の大改正で囲わせを終了 でえー、ちなみにこの2台に関しては、えー、後藤に運ばれたんだ。で、境線で使用。で、えー、あとはなんか米子依存士官でも使用されて。まあ2009年で廃車と。まあいろいろありつつと。うんな。もしかしたら今後そうですね、まあたらこ食の、まあにその米子時代も出んのか。 うんであとあるか水島臨海鉄道に譲渡されたグループもいるんだうんあその水島カラーもちょっと面白そうですね個人的に俺水島カラー意外と好きだなうんそうですね八甲染色もねやっぱりまあ懐かしさはあるんですけどあの 青とかミドルベースに、まあ、白ベースに青とか緑の,の横帯って感じなんですけど、えー、でもそうですちょっと今後このシャルたち気になりますね、まあ、8号線バージョンが出るのか出ないのか一応まあそうですね新あごめんなさいクルー一応まあか一応クルー線もミドシム輪郭も出てるんでんまあどうなるか見えますけどあ,あ一応ごめんなさい境川線のシンイ出てたんだ失礼しましたこれかそうですねまあ0番台と1000番台それプラス、えー、これはの、まあ、クルリー線はあるか普通のクルー線ですけど まあキハ38型まあ新車プラス、まあ、37ともしかすると今後どうなんですかね37型同士で出んのがクルリ線の比例棒はこれは両方とも37型だったんだへえうんでもそこまでとさあまあ4両編成がした俺2両で2万8000だったら4両だったかまあまあまあ悪くないですね一応復活後継所の2両編成って二千二十2020年か特に去年えおととしかええー、デッサンだ なるほど。2020年11月。いやー、記憶にねえなあ,あこれか水島臨海。あー、そういや、でしたね。あ、これかわかんないけど。<laughs> あ、そうか、水島臨海だけだったか。まあ、当時の八高線からと、まあ、就労のたらこ食で2両編成と。あー、だそう考えると、まあ、そうですね。まあ、水島臨海食もリニューアル買ってもおかしくはない時期は来るんですかね、今後。ちなみに、前回、えっと、発売されたたらこに関しては、えー、これは えー、100万台か。ちょっどっちかどっちか分かんないけど。分からん。<laughs> って感じなんでね。そうですね。まあ今後、多分見た感じはこれ、0万台なのかなトイレ付き車になってるんで、まあトイレのしも出てくるのかちょっと分かりませんけど。そうですね。まあ個人的に、この辺の派生のディーゼル形式は今、ゲロラついて感じなんですかね。そして、えー、貨物列車のキットか。んいや、違うの。あれ滝あ、ごめんなさい。今回滝があったんだ。ごめんなさい。見落としてたわ。こっちらですね。町、えー、でもよく見かけたゼネラルマークと。 えー、タキ9900のバレーションがさらに充実。3185、タキ9900のセキと。3人のうちタキ39919の会社はジッが殺し際に行されたそうだと。えー、臨時種別、石油類2十四トン積みさず失礼しました。気づいてなかった。で、これですね。えー、1960年に自のガソリン、そういうタンク車、世界車がタキ9900。車体室部分の、えー、大学一部しゃくしフレームレス構造を採用。車体中部のみ、えー、タンク系が不がっている、えー、まあそのまあ、異なった、えー、胴体タンクをしようと。 で、えー、車両調査やながら SX 車両を使うことに成功。で、1960万に546を制御させ、さまな推進に行くこができで、後継者の量産ともない28万人全社員って、まあね、そこに多岐1000とかになるんですかね。ふん<ー>。で、今回、えー、まあ、一番左、えー、3万9979のみ、えー、ま、この軸体車と。で、えー、5000、えー、一番右の5万9911、えー、臨時種別適用に24度ずつにさずに。で、3両トンドプレート車両の装着と。へー。 まあネラルラかうーんうーんちょっと当時の所属だけググって出てくるか調べてみましょうかえたき399の79と間違えた39979え399の 79, 79に関しては細かいデータがないんだよなどうだろうあー川崎貨物みたいですね当時。 んあら多機9900の所有者ってやったら出てくるかなち,ちなみにこいつらは多機9900でもこいつらだもんな40トン車だもんな多機9900ってやったらあのまさか三35トン車が出てきたんですよね 一応、多機9900に関しては、えー、ガソリン専用の35トン付きの単価者と。うん。まあそうですね。一応、内外輸送、日本石油、日本石油輸送、モービル石油、九州、三菱、日本陸産業、出光興産、石油200から200コーポレーション。で、共同石油からジェネラル、えー、ごめんなさい、ジャパンエナジー。で、あとはジェネラル石油と。まあ、所有者がいましたと。で、今回は全社が、えー、ジェネラル石油なんで、も、ま、う、あ、ここでいいのか。 ああやっぱりそうですね俺がゼネラル設計でなんか見覚えるなと思ったやっぱりその会社っすね今はエネオスの子会社っすねまあ俗に言う当年と <laughs> 聞き覚えはあるんだよその会社にええー、不祥事あったんだ2017年 和歌山工場のタンクより出荷40時間に燃え続けたってやば <laughs> ちなみにそのえっ、ー、と和歌山工場4日前の18日もタンクより出荷する消去火災が起きたばっかりだって <laughs> 1月に2件も火災起こすんじゃねえっつうのちなみにとですねえっ、ー、と JR 貨物自体は2008年に消滅で北海道も2014年に止めたいですねうんー まあ一応基本的に常備駅は四日市とか大木町だったんですかね当時のまあゼなラ石油なんでうんちなみに59,941このちょっと特殊なやつだ気になるな5994159941、えー、の細かいデータは出ねえなうんそうですねピンポイントすぎて <laughs> 出ねえな そうっすね。出ないっすね。うーん。 恐らくなんですけどまあ当年だから当年の工場か当年の工場があった駅近くの造詣駅だと造詣駅造詣駅わかんないけどだと思うんですけど<ー>あそうですねは出てきたわ、えー、ちなみになんか通称「ザコ滝」って言われてるんだ。 ポピュラーなスタイプの例、ね、多数のロットがありますが、あまりよくないから、肩こたけで方々で行くんだっれたことから、ザコタケなんて言われては、ジェネも難しいと。へぇー。ちなみに、ゾウビー機が見えん、まあ、ネギしか大げましだと思うんですけどね、大げましからわかわかんないけど。どうなんでしょうね。ちょっとごめんなさいね、詳しいことわかんなくて。まあ、いかんせん、俺が生まれる前に製造されて2008年、俺が9歳んに行ったっか。んあんあれしか、俺が11歳,とか11歳の時に引退なんで、まあでも引退は引退ですけど。 どうなんですか運用に入ってたかって言われたら微妙なんだよな、なぶっちゃけ。あんまり黒滝ってそうですね。滝四4万3000の黒滝しかイメージないんだよな。まあそんな感じの、えー、ゼロの石油と。まあ通称当年と。<laughs> そして、えー、キットか。えー、一応今回、えー、テラ1型。やばらぬ可燃物や水濡れでコントロール積み入れの運搬の施設さんが、えー、この鉄製のシャリと。うーん。まあイン、インカの危険性とか言うと。で、テラ1型1960のせたは17トン製の、まあ、鉄製の。まあ、あると。従来の15トン。 石材用の手も394にし、軽量化で実用が0.6とかあるかと。で、主に、えー、生の石灰輸送に活躍と。で、1915年に引退と。でも、まあ、実動は20年ちょっとってことか。で、黒色成型のプラス8。まあ、でも、車体確かにそうですね。まあ、黒色貨車なんで。まあ、ただから自分でなんか擁したりとかって感じなんですかね。あ,あ、そうですね。やっぱりデカールって書いてますね、こっちは。<laughs> 一応製品では白色で印刷されますと。あ,あ、なるほど、そういうことか。白色で印刷されたおそらく下地の、えっと、あれですかね、貨車の色で、まあ、黒くするっていう感じなんですかね。なるほど。 で今回、シャバンは寺1、13、25、83、117、129、149の、えー、ちょ、こちらの、えー、7種類と。で、えー、管理局と常備駅に関しては、えー、森、これは森岡でいいのかなえー、陸中、なんこれ、陸中松かでで、河、えー、に関しては佐野、えー、長濃赤坂か。佐野ってどこ高崎あれ、佐野駅なんてあったっけ、関東に。知らん。<laughs> 知らんっつって思うんですけど。 佐野駅はちなみにあ両毛線なんだ失礼しましただからまあ高崎の話間違ったらいんだちょっと待ってくださいね LINE だけ返信させてもらってそうですね佐野駅は両毛線かまあ一応、えー、東部にもうんそうなると陸中まあ陸中って大体ねあの そうです、ね、あのまあ東北方,方面に多いんでまあそうですね盛岡仙台方面陸中松川陸中陸中陸中松川あこれかえ陸中松川えや岩手県ですね岩手県一の関市ええー、まあ現在のえ大船渡線か駅とうん1925年、えー、大正14年に開業すげえな。 貨物駅に関しては99年に廃止されてるんだへえまあそうですねプラス駅に関してはお手軽なしが見か無可能な黒うるせえけどへえだそうですねまあ盛岡社にしてもいいしまあそうですね盛岡高崎名古屋区へえんか名古屋って球体で書くとこういう字になるんだまあ高崎に関しては、まあ、高島とか大体こういう感じしてるんで名誉柄ですけどへえ面白いですね一瞬どうだか分かんなかったうんまあ面白いんじゃないですかね個人的には まあただこれがまあテラ1型なんでねまあどこまでの人にぶっ刺さるかっつったら <laughs> ちょっと微妙ですけど <laughs> まあそうですねまあマイクラスのね今後のこのまあ m エ s クラフトまあ作る部門に関してはまあこれがね初っ端になりますんでまあ今後ねどこまで派生製品が増えていくかちなみにこいつのカテゴリーは新しく作るよってのかそれとも貨車にぶっ込んだのかなまあ 詳しいデータねえのか。あれちょっと待ってくださいね。一応品売ってたっけ。えっと、一号二ゼロ二一一号二ゼロ二一一号二ゼロ二一一号二ゼロ。ああ、そうですね。今日製品発表されたやつがまだここにデータ入力されてないんで、おそらく今日以降。におそらくホームページも更新されて、まあ、新しいデータがどこに入るか。多分傘に入るんですけど、どうなんですかね。こっちの方には、まあ。データがないんで <laughs>。 うんまあどうなるかかなって感じですけどね。まあ、この辺はしょうがないのかな。で、えーまあ、動力ユニット吹っ飛ばして再生産の国鉄キハか。えー、キハゼロナが鉄道省キハ4万2000型は1935年から設立されたガソリンジン人、えー、搭載の機動車と、えー、従来車よりも多かったか軽量化高速化からあれ、直換車系の特急列車に適滴するの高速性の実現と、えー、戦後はディインに関する、ね、キハ4万2 0 0 0型に開版されたか、えー、塗装変更所属地事業との改造をされ、さまざまな存在と。 で、戦前戦の車両はリベットが提された車体や屋根中にとつけられているライトの選考性と異なる、まあ、携帯が異なるそう。で、1950年紹介してでキハゼ0型と呼ばれるようになりましたと。うん。ちなみに、グリーンマックスが出した、あの、変な客車、変な客車されたけど、あれ誰だっけなんか、グリーンマックスもちょっと前に変な、なんか、なんか客車に似てるかみたいな出したんですよね。あれ誰だあれはちなみにあれはキ四45型、キゼロ系型って言うんだ。へー。ああ、なるほど。だから、もう、こいつの後継車種か。後継車種っていうのがわかんないけど。 もしかねちょ,ちねちょ今回キャンセルの方えマイクロスケート車さんの実を変わらてどう見ると誰とテントを,点灯を押しつつき照られたテントをしますせん、えー、リベットシャッターヘッドライトが20点付けた戦線線型とで客室扉がえー、高性能に交換された車両がプロトタイプぬ、えー、れ型の2とまあそうですね屋根の上にえー、赤いラインがあるかないけどふんあそっか前面もちょっと違うんだねへえ うーんー面白いっすねま詳しくは知らね <laughs> あれそうですねえー、トレーラー車の努力家にお使いいただけますと管理中にして今努、まあ、力人ですねうん面白いっすね個人的には個人的には面白いんだけどさ1935年今から今2024年でしょ89年前ってことそうなるよな89年前かこれ知ってる人まあまあいなくね <laughs> だいぶマイナーなシェ出ましたね まあ引退がそう57年まで生きてたって考えると、まあ、57年だとして、えー、大体67年前だからまあそうですね70歳迎える人たちぐらいからしたらまあ見てた世代だろうという感じか<ー>ちなみにオタクごめん前回いつ発売それ,はそれが気になるわそれが気になますね俺だってこんなもん見た記憶ねえぞ直近で10年以上前だったりして ああ、残念。データ更新されちゃった <laughs>。再生設定出ちゃいましたね。ね失礼しました。あれ、今更新されたのタイミングよく。これは、これ関係ないか。あれ、これなんか二千五百か。<laughs> もう番号一発で忘れるんだよな。 いや、あれごめん、誰だ,だっけごめんなさいね。記憶力のあっぱら、あ、俺1500か。記憶力のあっぱらっぱさだけはね、本当に天下一品なんで <laughs>、すげえ面白いんですけど。えー、っと。あ、でもそうそうやっぱり1500の方はまだ入ってないですね。ちなみに、南北線の方は、えー、849%。パー49%再生産。まあ、南北線に関してはね、俺、見覚えあるんで、全然問題ないですけど。えー、南北線、そう南北線の方もデートコーにされてますね。 えー、これいつ発売ちょっと待ちかさいねえー、2285えー、マイクロエース A の2285えー うーん特にそ、そした発売日に関しては、2021年だな。2021年頃に繊維発表されてますね。え、意外とそんな新しいのこの子。え、そんな売れたってこと当時これ。あ、こいつだ。<laughs> ラビューと一緒に出てるわ。これですね。A の228 5ちなみに、兄弟車として、えー、キハ426000、えー。ごめん4万2600か、えー、こちらの溶接車体のキュート出てますと。えー、知らん。 まさか俺動画でん内してると思わなかった。間違いなくラビーは案内してんすよ <laughs>。いやこれ2021年から絶対案内してんだよな。えマジで記憶にねえぞこんな車両。ええー、2021年か。まあ南北線でしょ京成でしょ東西線でしょラピートでしょラピート買ったでしょ <laughs> ラピート買ったんだよな俺。ええ、2年前 <laughs> やべえ。ちょっとうとう、当に。俺、もう一回、老血液の方がいいのかなまあ、記憶力になるとだけはしょうがないですかね。記憶力悪いのは。あ、そう、脳血液入れないから大丈夫だと思うんですけど。<laughs> 脳血液1年経ってないんでね。それ、半年でそこまで老化したらもう人生オッパーですけど <laughs>。えー知らなかった。2年前なんだ。いやー、納得いかねえ。<laughs> で、一応、南北線と。で、一応、南北線ですね。 え南北線1990年の A 団地下鉄、南北線から9 0 0 0キロ登場と。とで、東西線ゼロ個ベースに a t m によるマウンティット、本体の写真を撮ってます。基礎線のための運転手を確保、戦闘車の前長伸びとか、運転者の視野アのために全面もそこに置くことができると。えー、まあアルミコーキン車やラインからラ伸カーのミラーのびの設計が張られ、南北線の急勾配究急曲線区間対応のため高速が上がられてます。で、A 団地下鉄は初めてスリーブ品抜牌を採用と。えー、そうなんだ。1996年の4つや延伸開業として毎日線のグループが登場と。え登場時はあもう4両だったの初めて知った。<laughs> 6両編成に組み替え行われ、木の下の組成されの先生と、既存戦闘者と新造診の見せた編成。心臓診の編成と、バリシーとかね、えー、そうなんだ。で、2000年の目黒線、あ、ごめんなさい、目黒円新会議のには、東京線と直線に対応し、木の下で、全車ともに木星を設置と。で、製品を1位を組み替えて組成された6両編成で、えー、幅の狭いつまめん間通りは93770の設置と、あの、特徴がありますと。で、二千十6年が修繕工事が開始され、外観は全面革のスカットの設置、車体動デザイン変更と、まあ、 あるか、クーラーの交換などの変化を生じてえ、現在でも南北線、埼玉高速線、特急線で活躍しております。まあ、そのんですかね。で、今回はそのサインウェブで、えー、2019年9月か、あ、こっちは結構立ってんだ。えーね、実際の動画を注目される A84K3 の再生だと。で、B 修繕工事、B 修繕に終わらないけど、まあ、6連戦でと。で、えー、優雅な曲線学、えー、腰の帯と新たに刺された、えー、マクワムの帯を撤管制限と。で、修繕工事で、このところにスカートと交換された、えー、クーラーを専用部品の原件。で、車体とキャクトグラの銀色で仕上げ。 で、えー、中間車に関しては4両とも、台車が補強された、えー、後の姿という感じですかね。で、まあ、一応ね、ここの9300とね、まあこ、これ、実際ちなみにこれ、実車の編成じゃないですけど、まあ、9300と、この9600の間ね、まあ、中間されたのが、えーと、あれかな、9400と500の左半なんですかね。一応、確か、第9編成かな確か、増備されたのは。まあ、今後ね、一応、あのー、えー、確か、あれかな確か、全部でね、15編成の増備に変わったんだよな。もともとね、もうちょっと増備計画があったんですけど、なんか、あの、二点三点白っぽくて。えー、東京メトロ。 えー、9000系えー、そうですね一応8両編成にえー、増備はするんですけど、えー、13編成ですね今後は南北線9000系車両13編成において同様の車両工事にすることで、えーまあ、混雑感を分かりまあお客さんにとってより快適な運行を目指しましょうまあそうですね東急線の車両はねえっ、ー、と東急線は全車両が8両化されたのかなどうなんだろうえどうだろうさ,されたのかな 一応3000系と5080系だっけあれ ?5080 系だよね。の子たちに関しては確か元々、えっと、6両だったんで、まあ確か中間車が増備された8両か。で、3020系に関しては8両編成でデビューしてるんで問題なしなんだだからまあ直接か。直接先のまあ、三田線に関しては6500系通称三田臨時が8両でデビューしてくれたんでどうにかなると。で、まあ、あれか南北線か。で、あとまあ、あれか。一応あれですかねまあ南北線の直接先の埼玉高速鉄道線か。あれがなんか延伸計画もね、あるらしいんで。 そうですねまあ確かに今まあこの辺で言うとそうですね東京関連はね熱いんでうんそうですねちなみに今その13編成っていうのがあるがまあもともと15編成だったんですけどねそれが確か2本削られたと、まあ、その五自社っていうのがあるかね、まあ、若干言い方ですけど目つきが悪い子確かそのはずだよねそうですね五自社に関しては22番と23番ですねうーん そうですね一応2019年の発表当時では15編成分えっ、ー、となんかあれかあのー、なんだっけえっ、ー、と3次社までの子オルトナイド氏の,年の、えー、と97年生まれまでのこっちが増備、まあ、対象とでえー、その後2021年かえー、まあ、2両編成が増備されてただそれ以降なぜか増備、えー、されずにってか,なんかまだで2023年12月より営業運転開始 えーそうですねえっ、ー、と2編成分まあ減便され減車されたとうんでちなみにあなんだ、えー、あ直接か一応直通先の埼玉高速鉄道2000系気き6連節する一歩で、えー、東京メートロ車両ベース近畿車両製図88 8連一歩の導入が予定されてますあじゃょいちやっぱり埼玉高速鉄道も8両化するんだ頑張ってうん なるほど <laughs> なるほどそっかじゃあ埼玉高速んなんか増あ中間ゾ備ビされないんだまあ、車両新造になるんですかねおそらくは今後もしかすると古い子たちに関してはちなみにえっと全部でその13本の内訳なんですけどえー、っと東京メトロ東京メトロえー、っと王子巾着 そうですね13本に関してで言えば12345678本今現在とその修繕工事終わってるのがトップナンバーからこの8連続化された9番までとで残ってる10番から21番のこっちがいるんですけどその中で13本って考えると既存の B 修繕車が全部で9本プラス1234513、まあ、本かそうなるとあれですかねおそらく96年組の13編成まで。 っていう感じなんですかねだからもしかしたら俺と同い年の97年の14番編成以降に関してはしかもこの97年組俺の誕生日とほぼ連番じゃん <laughs> 15番が26日14番が27じなんだ6月の <laughs> なんか親近感あるなこいつらそうですねだからおそらくこの14次社14次社じゃない14番以こうかのえー、っと2468本とあれですかね5次社の,、えー、っとあの目つき悪いまあ2本に関してはおそらくまあ増備しないっていう話なんですかね ま、2009年生まれのこっちなんで、でも、分かるっすよね。だとしたら、この91年組とかをさ、心臓すること考えたら、まあ、ば、修繕すること考えたら、ぶっちゃけどうなんですかね。97年組、ま、俺と同じしは26歳。うーん、そっちを B 修繕してもよかったのかなと思うんですけどね。まあ、91年こっちにしてもう30年選手なんで、だったら首切って新車導入でもよかったのかなと思うんですけど。メトロも兼ねないんですかね。 まあ言い方悪いですけどまあ今後どうなっていくかまあ注目ではありますけどねあただから本当とあるかあとは本当に中間車がそうですねどこまで、うん、製造されるかになるんですかねうん個人的にはそんな感じですねちなみに埼玉高速のごめんなさいついで話出してみますけど埼玉高速の延伸計画に関してはどこまで進んでるのえー、っと埼玉高速の延伸に関しては一応本格化はしてるんだ浦和水の川岩槻までなんだ結構伸びるね キロとへえ一応さいたま市岩槻を経て蓮田市まで延期するという計画がありますとふんん一応まあ現在の浦和美園から うん、どうなんですかね。まあ一応、あれかな目白台のとこ、なんか目白台っていうなんか、なんかあるらしいんですけど、その辺に中間駅一個作って、まあ岩月に新駅と。で、そのほか蓮田までを目指すと。うんなるほど。まあ、かしかわかんないけど。<laughs> <laughs> まあそうですね、この辺もだから、ゾンビが進めば、まあ、どうなるんですかね。もう工事がもしかしたら進んでんのかもしれませんし。 どうなんだろう工事の着工かされるんですかねうんまあちょっと気になるところでありますけどね、まあ、そんな感じですかねあそうですね個人的にはまあそうですねまあ俺としてはね正直な話するとまあ9,000系のまあ8年生がね出るかなと思ってたんでまさか6年のね再生戦がかかってくるとは思ってみなかったんでまあそらくね試しのところなんですかねやっぱり。 一応、この、えっと、9000系の車両って、車体の下部分が、ちょっと段差あるんですよね。あの、綺麗なストレート車両じゃなくて、なんか一段プッツって、なんか裾が目立つ車両になってるんで、あの、種車の違いで言うと、1万6000系なんですよね。中華線かなんかの1万6000系が確かベースなんかな。それがベースなんで、まあ、そっちの左派かなんか、まあ、床下ちょっとどうなってるかわかりませんけど、実車ちょっとまだ見たことないんで。確かにでも、車載の裾はね、違うっていうのはね、なんかのね、ネットニュースで見たんですよ。 だからまあ加藤の中田線の予備車がある人はまあその加藤の中田線ぶっ壊して <laughs> まあそうですね帯張り替えてまあ帯張り替えてどうにかしてそうですね色変えてって感じでできるんですけど個人的なことを言うとまあ連結機が互換性ないんでちょっと微妙なんですけどぶっちゃけだから中間車2両を加藤が何かの兆しにさ製造しちゃうっていうのはあれだと思うんですよね。 で、まあマイクロエースと協力して、メトロに許可取って、まあシャバンも第7編成にしちゃうとか。かそういうの面白い、そうですね。まあ工作があったらね、俺はありかなと思うんですけど。うん、どうでしょうね。現状、南北線。確かに俺まだね、唯一メトロの路線で持ってないのが南北線なんですよ。<laughs> そして、唯一都営地下鉄で持ってないのが三田線なんですよね。だ本当に、買おう買おうかなと思ってるけど、高いんすよね。<laughs> まあ六両で,、まあ、で3万だからね、まだ安いんですけど。 そうなんですよね。あの、ここ2セット買ったら、イク2万9 0 0 0円なんで、あの、まさかの南北ール高いんですよね。<laughs> 今回の713件。そこを考えるとね、まあ確かに今回、再生産で出してくれたことに関してはね、まあ、そうですね、価格の据え置きもあるんで、まあ全然ありがたいかなと思うんですけど、どうなるんですかね。ちなみに、先月の下旬に出荷したやつって、誰出荷したっけ先月の25日に出荷したのが、えーと、京急と雲屋か。京急と雲屋となると、どの辺になるんだここか。 あ、ごめんなさい、間違えた。京急と、あれポスター一覧消された。ま、あいいや。あれ新鮮情報あるよね。あ,あ、新鮮情報あるか。えっ、ー、と、2023年、京急と雲屋なんで、まあ、京急と雲屋か。そうなると、おそらく、えっ、ー、と、10月、だから、えっ、ー、と、去年の10月に案内した、まあ、京王の再生産とか、形成となるんで、ま、あこれが一応1月だとして、1月、2月、えー、3月、えー、四季が4月、まあ、あこの辺が4月。そうなると、来年の5月か。 来年の5月となると何があるかああ金太郎か一応トミックスの金太郎っすね俺は関係するのはあれ俺ごめんちょっと待ちくださいねえっ、ー、とポスター一覧ごめんちょっと待ってあれ俺もしかしてやったかもしんない1月2月3月4月やべ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 資金の予算入れ忘れてるいくら ちょっとさこれ今行った方がいいや。やべ式の予算のことすっから捨ててた。一応4月にぶっこん、いや3月にぶっこんどっか念のため。一応どうなんのかな俺の勘だと式は多分3月、4月なんですよね。これがって12月でしょ ?12 月、1月、2月、3月、4月なんだよな。一応でもなんかの標に怖いんで、あごめんなさい。これ11月か。ってことはあ、でもそうなると11月ポスター2枚でこれ丸々2月はきついよな。 そうなると、まあでも一月、二月で分けて三月。まあ3月に一応入れとくか。そうでちょっと三月でも、声援活用されてるのも三か月はきついよな。いくら式のリニューアルとは言ったもなの。まあ一応でもそうですね、4月にえ、まあ3月に一応予算入れとくのに、まあ3月だったらどうにかなるんで。えー、ちょっと、ごめんなさいね。えっ、ー、と、新製品情報、新製品情報、新製品情報、先行約えー、っと、俺ごめんなさい。式の予算、まじで忘れてるわ。今気づいた。あれ、予約者やんな、確か。多分予約者さんですけど。 ちょっと待ちかさいね。えっと。えー、っと。あ、一応今回のやつは確かに入ってますね。ただ、式に関してはどこだえっあ、た式6月以下になってんだ、一応。え、うそ六6月まあまあま、あ6月でもいいよ、別に。え六6月 僕、うん、でも一応、えっ、ー、と、コンテナと合わせて、まあ、1万、そうですね、珍しいんで、1万3000の2000だし、1万5000か。えっ、ー、と、式八800が1万5000と。なので、これにプラスすることも、ほい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 と。OK ですね。 よーし、危ねえ、スカラセサー。<laughs> せー本当はアウトって感じですかね。っていう感じになりますんで、ね。まあ一応ちょっとね、発売時はちょっとそうですね、11月12月の2ヶ月連続で去年ね、ちょっとポスターが2枚分出ちゃってますんで、ちょっと出荷の方は俺も読めないと。ただ N ゲージにおいて3ヶ月で出荷するのはきついんですよね。まあ特に一応、もうそろそろ、えっと、中国は旧正月迎えるんで、どうなのかな旧正、あの、毎クでスもね、毎年ね、この中国の旧正月かかると結構らい意味なんですよね。 一応今年は2月10日か土曜日が旧正月になりますとそうですね一応2024年に関しては2月10日から2月17日の8日間が春節のまあ連休期間とまあ旧,まあ旧正月かなんか知らないけど詳しくは知らん <laughs> 詳しくは知らん <laughs> そうですねどれだか2月の10日から17日だから本当に2月の半ば半 <laughs> 間の1週間近くがおたんくなりになりますんで工場動けないしで、ね、そうですねまあちょっとどナーが3つですけどうーんどうなんですかねまあ一応1月の出荷分っていうのがまだ、えー、と業者さんの方から正式には出てないのでまあそれがね出荷案内が出ればまあ大体どのくらいの出だろうなっていうのはまあおねそうですね検討はつけれるんでそうですね出荷案内が出てくれたら一番いいんですけどまだ出る気配なさそうですねまあこれはしょうがないかなっていう感じですかね うんそうです、ね、まあこれはやむを得ずって感じですかね。まあでも式に関してはねあのポスター一応、まあ、2枚に分かれてますけど <laughs> あれまあ式だけねドカンってポスター作ったんでまあ実に12月はねポスター1枚なんで多分大丈夫なんですけどそうですね11月は確か2回に分かれたんですよね頭とケツって感じで。とかびっくりしたんですけどうんまあどうなるかですかね。